よ。もしかして可愛い可愛い娘のおねだり無視しようってつもりじゃないだろうな。お前そんなことしてみろ、アスナさんにチクるぞ。
ヤモンドだと？売ればレア装備がいくつか買えるぐらいの金になるじゃねえか。いや、でもゆりちゃんがお土産欲しいって言ってたんだよな。これはマジで悩ましい。おい、霧の字、どうする？文句つけたりしねえから、お前が決めろ。それでいいろんなんかないぜ。レア装備なんぞよりゆいちゃんの喜ぶ顔の方が絶対いいからな。それに金なんてもんは汗水垂らして稼げばいいだけってこった。それでどうするの？可愛い娘さんが頼み込んでるのを無下にはしないんでしょ？Bye.
この世界でも高価な宝石ってことにはなってるの？だったら子供のお土産にするにはちょっと高価すぎるんじゃない？されてるのね。臆面もなく言うわね。まああんたらしい気もするけど。それはそれとして、ダイヤモンドを売らないならその分の稼ぎは期待したいんだけど。ちゃんの頼みなんだから、当然お兄ちゃんは聞いてあげるんだよね。
イヤモンドっていう以上はやっぱりものすごく高価な宝石だったりしないの？そんな高価な宝石をお土産にしちゃってもお兄ちゃんは後悔しない？お兄ちゃんってゆいちゃんには優しいよね。娘と妹の違い？言わないでしょ。
って売ればかなりの大金が手に入るんだけど、それあげちゃう気？もう少し安めの宝石かなんかが手に入るの待っても悪くないんじゃない？私もそれでいいよ。まったく、ゆいちゃんってば愛されてるよね。Thank you.
さんがそう決めたなら私もそれで構いません。ちょっと羨ましいですけどね、ゆいちゃん愛されてるなって。気にしないでください。